そして我々、はい、愛犬家としてですね2テイク目ですね。キリキリちょもちょも、キリちょもちょも、今日はいい日だね。西野さん、見てる黒節です。16歳の時、初めて恋をしたあの人、今は公務員になってるって本当ですか？誰です？OK。 さあ、今日も始まりましたけれども今日何するんですか？今日はね、はい、我々愛犬家としてですね、はい、日々ワンちゃんのいる生活を送ってるわけですけども、うん、そうね、ワンちゃんとの思い出はたくさん残していきたい。成長の過程とかも形として残ってると嬉しい。あー、確かに、ね、後で見返したりした時に、まあ、こんな時期もあったなっていうのもすごいあるから、うん、そして今この動画の時代、もういろんな人がね、もう Vlog とかを始めてて、はい、そんな愛犬家のあなたたちにおすすめする入門 Vlog 機能紹介をしていきたいと思います。Yes. 今更それの紹介みたいな感じもあるかもしれん、まあ、でもね、そういうことではなく、うん、今日は愛犬家の人たちにおすすめしたいものを、そこまでコストをかけたくないって人もいるかもしれないし、ね、まあ、お手軽なものからちょっと本格的に行きたいっていう人、そういった人たちのために3種類紹介していきたいと思います。ということで行きましょう。レディゴー。まずはスマホ撮りを普段からしてる人とかはいると思うんですけど、一番多いよね。一番多いと思う、うん、ほんまに。ただそんなスマホ撮りをもうワンランク上の動画にしちゃう機材を、うん、まず行きましょう。お、こちらです。プッシュバーン。スタビライザーやジンバルと呼ばれる機材で、うん、手でこうやって取っちゃったりすると手ぶれがどうしてもガクガクって、おじいちゃんおばあちゃんやったらこうやごめんね。そんなおじいちゃんおばあちゃんでもこちらを使うことによって全くぶれない動画が撮れます。で、こちらただいまアマゾンでの価格が16,500円。これはちょっと頑張れば出せるぐらい。ちょっと頑張ればね、サイズ的にもこの手のひらサイズでね、ちっちゃい。そうね、うん、これつけるだけでだいぶ上がりますよね。上がるね、動画のクオリティが。そうそう、使い方としてはこれガチャーンと開きまして、うん、マグネットでここが取り外しできるようになっておりまして、うんうん、こちらをスマホにピッと装着してですね、でこれをパチンとつけて電源オンしますとですね、ウィーンとなりまして、うんうん、素晴らしい。もうこれ全くこう全くこうこれの1個前の機種、はい、オズモモバイル3、ここがくっついてるタイプですね、うん、このままスマホをね、うん、バチコンと機能的にはほぼ変わんないんで。そうね、サイズ感も。ちなみにこちら今新品で 13,500円です。安い。アマゾン価格3,000円下がります、こっちよりも。いや全然いいわ。続きまして、はい、紹介していきたいのが、はい、こちらでございます。バーンバーン。お、オズモアクション。うっざい。こういうアクションカム、代表格なのはやっぱどうしても GoPro、うん、今はね、もう GoPro で言うと9まで出てて、そうね、凄まじい進化を遂げています。性能だけで言ったら、うん、その GoPro 9なんかもものすごい。ただオズモアクションをなぜこの時期におすすめするかっていうと、うん、液晶でね、こう操作するんですけど、うん、GoPro はどうしてもちょっともっさりしている。9になってもそのもっさり感がいつまで経っても解消されない。やっぱそのワンちゃんの動画を撮りたい時って、うん、こんま1秒惜しいでしょ。もう今撮りたいってなった時に動作がもっさもさだとちょっと嫌になるんですよね。オズモアクションはめちゃくちゃ感度がいい。もっさり感が全然ない。起動も早い。起動も早い。ちょっとこちらにセブンですけど、うん、起動の感じをちょっと比べてみましょう。こちらが GoPro、 こちらがオズモアクションになります。せーの。この差ですよ。あー、違うね。っていう感じでございますね。なので、この動画としては、オズモアクションを押したいと。ほら、もうね、今これ電源を切ろうとしてるだけなのにね、わけわからん操作いっぱいになるんですよ。ほんとに、この野郎は。かといって別に GoPro をディスるわけじゃないですよ。GoPro9 ください。オッケー。シャットダウンも早いっていう、うんうん、オズモアクション保護フィルムとかを抜いた単体での価格、うん、Amazon で 31,880円。安っ。ただオズモアクション Amazon 価格の変動が結構すごい。根拠よく見てれば3万切ってる時あります。そんな時見つけたらぜひちょっと買ってほしいですね。 GoPro の9と比べたら、うん、やっぱ2万円以上の価格するんで、うん、オズモアクションはちょっと今日は押していきたいなと思うところでございます。そうね、いやー。
続いておすすめする商品はこちらです。プシュッバーンセットプレイゴー来たね。もうソニーが完全に動画用に振り切って作った高級コンテンツでございます。まあ、カメラですね、うんうん、本当に我々、うん、クルチョムチャンネルもミラーレス一眼とか大好きで、好きね、普段から写真いっぱい撮ってるんですけども、動画も、うん、そういったミラーレス一眼とは違ってレンズの交換ができない、うん、コンパクトデジタルカメラってやつですね、はいはいはい、ただソニーの中でも高級コンデジと言われているラインナップの中の、うん、まあ、動画に振り切った最新機種ということで、うん、レンズもソニーの誇るカールサイスレンズのズームレンズ 28mm から 70mm 絞りは 1.8 まで解除できます。ボケボケや。こちらはソニーのシューティング三脚にもなるし、 Bluetooth でつないで録画ボタン、写真撮影ボタン、ズームとかも手元でできちゃうよっていうやつではあるんですが、今日は愛犬家の皆様に振り切ったものなので、うん、あえてシューティンググリップは置いておきます。機動性も大事なので、そう、ね、なるべく軽くしたいと。あー、そうね、シューティンググリップちょっと重いんですよ。なので今日はこっちのウランジさんのミニ三脚、あ、そして伸びるんですよね。おー、このちょっと伸びるのがワンちゃん撮るときにすげえ便利で、このウランジさんのアタッチメントこっちもつけてるんで、ワンタッチでポッてとつけれちゃうよっていう感じで、いいっすね。今日は好調していきたいなと思います。まあ、三脚だけで言ったらまあ大体2000円ぐらい、アタッチメントも2000円ぐらいですね。でこちらの価格ですけれども、はい、シューティンググリップと保護フィルム全て合わせた Amazon での本日の価格帯が 104,369 円。わあ、ちょっとね、安いと思っちゃうんだけど、やばいな。シューティングリップを除いて本体と液晶フィルムだけの価格になると Amazon で91,642円。10万切りました。外で撮影になるんで、スマホ撮りとかしてる人も感じることあるかもしれませんが、はいはい、風の音が結構すごいんですよね。ボボボボボボって、強風の日とか、あと走りながら撮ったりとか、その時のためにマイクとかにモフモフついてるじゃないですか、はいはいはい、よく見るでしょテレビとかで、うん、あれが ZV-1 には最初からついてると。おー、いいね。そう、それをまあここにペチッとつけてですね、外で撮ったらもうしっかり風切りしてくれるんで、ボボボボも入らないっていう感じなので、これから3つの機材を使ってうちの可愛いマロマロちゃんをですね撮影して、どんな感じに撮れるのか皆さんに見ていただいて、これなら欲しいかもっていうのも参考にしてもらえたらええなと思います。ということで行きましょう。よいしょ。それではまず DJI OM4 から行ってみたいと思います。続きましては大相撲アクションロックステディっていう手ブレ補正機能をオンにして撮ってみたいと思います。ちょっと画角は狭くなるんですけども、こんな感じで撮れます。全く先ほどの、距離感と同じ感じです。ZV-1 モフモフウィンドジャマーをつけて行ってみたいと思います。伸ばしておこう。シャキーン、はい、か、ちょっと走ろう。よいしょ、入れ、よいしょ。マルちゃん。
どうもクルちゃんのとこに行きたいみたいです。レディーゴー。ゴなんか iPhone からだとすげえ画角広く思っちゃう。そうね、しかもそれでロックステディかけてるからね。え、これで外したらもっと広い。マジか、全然いいね。まるちゃんその木好きね。まるちゃん、俺にかけて。OK。 ZV-1 いっちゃいます。ういまるちゃん。最後は、ちょっとこれを3ついっぺんに持って走ってみて手ブレの感じをちょっと確認してみたいと思います。行きます。今見ていただいた感じで、三者三様やと思うんですよ。それぞれにいいとこ悪いとこはまああるんで、そうね、自分に合ったものをやっぱり選んでもらえたらなとは思うんですけども、これから Vlog とか、まあ、ワンちゃんの動画とか残していこうかなっていう人で、私はこれかな、いや私はこっちかな、いろいろあると思うんですが、参考にしてもらいつつ、なるほど、素敵なワンちゃんライフを送っていただけたらなと思います。動画最高だぜ、 Vlog やろうぜ。ぜひご検討ください。ステマではございません。ステマしたい。ジョマちゃん的にはこの3つのうち1個しか持っていけないってなったらどれ持っていく、この中で1個しか持っていけないってなったら、私は ZV-1 です。あ、はい、これやっぱ背景ボケるしね。そう、やっぱあのボケ感はね、やっぱその他のカメラが出せないし、そうなのよね。まあ、機動力で言えば、まあ、どうしてもオズマアクション、もうちっちゃいし軽いしポケットに入るからね。まあまあ、それで言ったらポケットに入るんですけど、こちらも全然ちっちゃいんで。無人島に1個持ってくとしたら何？無人島に1個持っていくとしたらナイフ持っていきます。怖い怖い怖い。みんなのワンちゃん Vlog の参考になったら幸いでございます。ということで
本日はあなたのワンちゃん Vlog ライフのためのおすすめ機材紹介でございました。ありがとうございました。買ったらコメント欄に教えてください。バイバーイ。高級バイブは25,000円。君がくれたのは消えない甘い香り。君がくれたのは消えない甘い香り。Ah.